こんにちは、シャンシャンです。今回は、草書を覚えようです。同じ字でもいろいろな崩し方があります。一字一字をつなげずに、単体で書かれた草書を、独草体と言います。それに対して、つながったものを、連綿体と言います。行書、独草体、連綿体を実際に見てみましょう。今回書くのは、徳です。他にもいろいろな崩し方、つなげ方がありますが、これは一つの例です。参考にしてみてください。チャンネル登録、この動画にいいねをお願いします。ありがとうございました。またの動画で。